ダイオミードは、アメリカ合衆国のアラスカ州西部、自治軍のノーム国勢調査地域に属し、リトルダイオミード島の海岸に位置するし、あるいは村である。現地名は、もう一つの場所もしくは、向こうの場所を意味する、イナリク。リトルダイオミードは、アラスカ本土と極東ロシアの間にある、ベイリング海峡の中央に位置する、ダイオミード諸島のうち、小さい方の島である。 その隣の島、ロシアのビッグダイオミード島は国際日付変更線の向こう側にあり2.4マイルも離れていない。ダイオミードはリトルダイオミード島の唯一の集落である。人口は2010年の国勢調査で115人であり2000年の146人から減少した。ベーリング海峡のウェブカムベーリング海峡の周辺の NASA の写真リトルダイオミード島は 海峡の中央、ビッグダイオミードの右側にはっきり見える。米国国勢調査局によると、この村の総面積は2.84平方マイルで、すべてが陸地である。リトルダイオミード島は、本土から西に約25マイルのベーリング海峡の中央に一致している。国際日付変更線からわずか0.6マイル、ロシアのビッグダイオミード島から約2.4マイルである。 ダイオミードの気候は、欠片の気候区分では、ツンドラ気候に分類される。厳しい気候のために、ほとんどの植物は成長できない。冬は冷たく、寒いのに対し、夏は、涼しいが寒くない。最も暑い夏は、気温下し73度が記録された。リトルダイオミード島は、白亜紀の花崗岩、または、石英モンゾニ岩で構成されている。市の位置は、 海面にほぼ垂直な崖がない唯一の地域である。都市の裏側と島全体の岩場の斜面は約40度に傾斜し、比較的平坦な頂上の標高は1148、1191フィートになる。島の植生は非常に少ない。何人かの考古学者に少なくとも3000年間は同じ位置にあったと信じられている。現在の町の位置は、もともとは、 春の狩猟用キャンプ場で、西欧からの初期の探検家たちは、ダイオミードのイヌピアトが、成功な捕鯨の儀式を含む、先進的な文化を持っていることを発見した。両大陸とも交易が行われていた。先住民以外で、初めてダイオミード諸島に到達したのは、1648年に、北、ロシアの探検家セミオンデジニョフだった。 次は1728年8月16日に島を再発見したデンマークの航海者ビトゥスベーリングであり、その日がロシア正教会の祝日となっている殉教者の聖ディオメデスの名にちなみ、島々は命名された。米国は1867年にロシアからアラスカを購入した。これにはリトルダイオミードが含まれていた。新しい境界線は、 二つのダイオミード諸島の間に、惹かれ、ビッグダイオミードは、ロシアに残された。旅行家、ジョン・ミューアによると、1880年代のダイオミード、諸島を訪れた彼らが見つけた、先住民は、持ち物すべてを交換することを熱望していた。村は、山の険しい岩の斜面に位置し、すぐに深い水に落ち込んでいた。小屋は主に川の屋根と石で建てられていた。 それらは遠く離れた雪の上に黒い点として単なる石の集まりのように見えた。ゲ骨コツの柱は犬に食べられないように上にカヌーを乗せるために組み立てられていた。20世紀の変わり目になると、ノームのゴールドラッシュの間、ダイオミードの村人たちは、ノームが先住民の村ではなかったにもかかわらず、ゴールドシーカーと共にノームに旅した。ディオードからの人々は孤立した村に戻る前に、 海アックに乗って、農務に到着し、取引、及び物資を集めるために、夏の間滞在した。1940年代にリトルダイオミード島に住んでいたアーサー・アーキンガによれば、島の犬ピアットは、造幣を借り、彫刻や彫刻をして、生計を立てていた。釣りはあまり一般的ではなかったが、捕獲した魚は、カジカ、タラなどだった。冬の間、彼らは、 寒さと風から身を守るために漁で獲った動物から作られた毛皮のパーカと皮のマクレックを使っていた。遊びはスケート、スノーシュー、ハンドボール、フットボール、イヌイヌットの踊りだった。暗くなった後、人々は夕方の残りの時間を冗談と昔の話をするのに費やした。下記には船外機を搭載したスキーボートをシベリア、または アラスカ州ウェールズに運んだ。冬の旅行は気象条件のために近隣のビッグダイオミードに限られていた。7月から10月の間、人々の半数はノームに行って彼らの彫刻と革の縫製品を売り消耗品と交換した。ビッグダイオミードは1867年のアラスカ買収後に新しい国境に隔てられたにもかかわらず、 現在のリトルダイオミードの住民の家族が住んでいて、アメリカの国境近くに住む人々は、ロシア側に住んでいる人々と非常に近い親戚だった。両方の島のコミュニティは政治によって分かれていたが、家族の親族関係によって結ばれていた。正式には禁止されているにもかかわらず、両方の島のエスキモは時には、隣の島の親戚を訪問し、時には一面を覆った霧の中を通って、 親戚と会い、小さな贈答品を交換した。リトルダイオミードの地元の教員たちは、1944年の1月から7月の間の6ヶ月以内に、ビッグダイオミードやシュベリア本土から島を訪れた者が178人いたことを数えた。1940年代後半の冷戦初期に、ビッグダイオミードは、ロシアの軍事基地となり、すべての本来の住民は、 ロシア本土に移された。リトルダイオミードの住民が第二次世界大戦中にロシア側に近づきすぎたり、近隣の島で親戚を訪問しようとしたとき、彼らは捕虜になった。生存者の一人、オスカー・アーキンガによると、52日間の公菌と尋問の後、イヌ・ピアットは追放され、島に戻らないように言われた。 リトルギオメイドアイランドの1953年から1954年の年度は地域の要求がよりよく満たされるようになった。春に生打ちのための移住が始まる前に180日間分の授業を終えるために授業は休日や週末にも行われた。毎年1回の生打ち量は村人のための主要な供給と収入の可能性を意味し皆の協力が必要だった。 当時の主要言語は、イヌピアット語だったが、学生は英語を教えられていた。外界との唯一の連絡方法は、ノームのアラスカ通信システムステーションを通じて提供される、いわゆるブッシュフォンによるものだった。島に存在しない医療は、季節的に訪れる教師による基本的な医薬品の知識によって若干改善された。70年代の間、リトルダイオミードの村は、 次第に高級的な集落となり、1970年には島全体がダイオミード市に編入された。1990年代前半に冷戦が終わった後、ベーリング海峡越しに家族が再会することへの関心が高まってきた。1994年にはリトルダイオミード等の人々は現金、食料を集め、地元のダンサーはほぼ毎晩練習をした。 島民たちは100人以上の友人や親族がシベリアから訪問するのに備え、気前よく親切にもてなしたがった。ダイオミードは1880年の米国国勢調査でイナリットという非法人のイヌイット村として初めて現れた。また、1890年の国勢調査にイグナルクとして再び現れた。 その後1950年の米国国勢調査まではダイオミードとしては正式に現れなかっただろう。1970年には市として組織されていなかった。ダイオミードはまたアラスカの先住民の村の統計地域に指定された稲陸として国勢調査に現れた。2000年の国勢調査によると146人43世帯。 31家族が市内に住んでいた。人口密度は1マイルあたり51.4人だった。47件の住宅があり、その平均密度は1平方キロメートルあたり平均16.5件だった。市の人種構成は、ネイティブアメリカン92.47%、白人6.16%、に人種以上の根ー1.37%だった。43世帯のうち、 37.2%が18歳未満の子供と住み20.9%が同居している結婚したカップル32.6%が独身の女性27.9%に家族がいなかった全世帯中の18.6%が個人で構成されいずれも65歳以上の人がいない平均世帯人数は3.240であり 平均家族人数は4.00であった。市内人口の年代別の割合では、18歳未満が43.8%、18歳から24歳までが7.5%、25歳から44歳までが25.3%、45歳から64歳までが17.1%、65歳以上が6.2%を、それぞれ占める。 年齢の中央値は22歳であった。100人の女性に対し、114.7人の男性があった。18歳以上の女性100人ごとに121.6人の男性がいた。市内の世帯の収入中央値は23,750ベードルで、家族の収入中央値は24,583ベードルだった。 男性の収入中央値は41,250ベイドルであったのに、対し、女性の収入中央値は26,875ベイドルだった。この市の一人あたりの収入は29,944ベイドルだった。家族の41.4%、人口の35.4%が貧困線以下で暮らしており、その中には18歳以下の33.8%、 64歳以上の44.4%が含まれる。リートルジオメデアイランドビレージ市の位置は、寮のキャンプ地として少なくとも3000年間使用されていると考えられている。19世紀後半、旅行者は人々が岩や川の屋根でできている小屋に住んでいると報告した。島で最初の四角い建物は小さなカトリックの教会で、1935年に、 ベラルミン・ラ・フォールツェン神父によって計画され、1936年から1947年にかけて島に駐在したトーマス・カニンガム神父が建てた。教会はノームから寄贈された木材で作られた。島に建てられた次の四角い建物は、教師とその家族の住居を兼ねた一部屋の校舎だった。トーマス・カーリン神父とイグナティウス・ジェイクス、修道士によって建てられた。 新しく大きな教会道は1979年3月3日に完成した。今日、1970年代と1980年代に主に建設された低重要住宅を含む約30の建物が島に存在する。地域社会にシャワーとコインランドリーのサービスを提供するためにセルフサービスの洗濯場が建設された。洗濯場の建物の2階には 基本的な保健医療のための診療所がある。島には学校図書館、ヘリポート、衛星放送のアンテナ、電話、ファックス、インターネットサービスもある。島に銀行やレストランはなく、島内の主要な商店で売られているものは、主に食料、飲料、衣服、重機、弾薬、燃料に限られている。スナック、衣類、おむつなどの物品はアンカレッジにあるウォルマートや、 フレットメイヤーの店舗に郵便または小包みで注文されることが多い。他の多くのアラスカ先住民の村と同様にアルコールの輸入と販売は禁止されている。電力網は1970年代に島に建設され、電力は市営のダイオミード電力企業体によって提供されている。彼らはディーゼル発電機で作った電気を住宅や その他の施設に提供している。ディーゼル燃料は家屋からできる限り離れた場所に置かれた大きなタンクに貯蔵される。発電所は最大貯蔵量8万 US ガロンの燃料タンクを所有しているが、学校と村営商店はそれぞれ約4万 1000US ガロンのタンクを持っている。のタンク二つにアップグレードしたことを示唆している。ガソリンとプロパンも 燃料として使用されている。冬に使用される水は山の泉から引かれ43万 4000US ガロンの貯蔵タンクに貯蔵されて扱われる。それは永久凍土によって地面の元に付設されているパイプで住民にタンクからの水を供給することができないからである。このサイズのタンクであっても水の供給は通常3月までに終了し洗濯場は閉鎖され、 住民は飲料水を雪と氷から溶かして作らなければならない。市と学校の両方で水道システムの改善のための資金が求められている。学校がタンクをもう一つ持つことで市の水の使用量が減り、市全体の水の予備供給源としての役割も果たす。また、島の土地条件によって可燃物の焼却による廃棄処分は制限され、氷上のすべてのものを処分するため、 ゴミ収集の改善と焼却炉のためにも資金が必要になる。声枝めと便所は、浄化層がある病院、診療所、学校を除いて使用されている。この島の唯一の学校であり、おそらく、米国で最も隔離された学校であるダイオミード校は、プレ系から12歳までの学年があり、およそ40名の学生と5名の教師が在籍している。学校は、 ベデリング海峡学区の一部に含まれる。生徒数は40人より多い時も少ない時もある。教師の人数5人はおおよその推測であり、生徒数や教育従事者の全体的な必要性に基づいて変動する。島に病院はなく、救急サービスは島の遠隔性のために限られている。市営の診療所は選択場の建物の中で運営し、 基本的な保健医療を提供している。他の救急サービスは、ボランティアと保健師によって提供されているが、消防救助サービスは、ダイオーミードボランティア消防署と最初の応答者によって提供されている。そのような小さなコミュニティでは、緊急事態が発生した場合、実際には誰もが助けに来るだろう。重大な健康上の緊急事態が発生した場合、天候によっては、患者は、 ノームの本土の病院に空輸される。最も近い方執行機関は本拠地ノームの宿舎から派遣されているアラスカ州警察である。凍った地面と島が岩でできていることによる土の少なさは墓を掘りにくくしているが代わりに墓場の上に岩が積み重なる。2009年11月7日。 住民の一人が H1N1 型タインフルエンザに感染したことが発表された。島での雇用は主に市役所、郵便局、学校に限られている。工業や建設業などの季節的な仕事がいくつかあったが最近は衰退している。ダイオミードの人々は優れた牙の彫刻家であり、この町は牙の卸売中華市になっている。アイボリーの作品は 主にアラスカ本土のフェアバンクスやアンカレッジで販売されており、時折インターネットのオークションサイトでも見つけることができる。彼らはまた開票がなくなってから春の間にクジラを狩る。捕鯨の監修は20世紀後半の何十年間も途中での失敗が続き、それが再び成功したのは1999年だった。 市内では3%の消費税が課されているが、固定資産税はない。アラスカが1万年以上も前に、ベイリング地況でシベリアに繋がっていた時、リトルダイオミードは島ではなく、ベイリンギアの一部であり、徒歩でアクセス可能だった。しかし、当時人間がリトルディオメージの地を訪れたかどうかは、不明である。最も考えられる可能性では、島への最初の訪問者は、 海票上の徒歩だけできた。その後、近隣のビュッグダイオミード島を訪れたり、クジラの狩猟や漁をしたり、後にはアラスカやシベリアの本土にアクセスするために、海アックが利用された。流木とクジラの皮から作られたボートは、今でも使用されている。1940年代初頭には、リトルダイオミードの村人の一人は、 いかなる飛行機でも冬の間、いくつかの非常に特別な理由以外では、ダイオミード諸島に来ることはない。MS ノーススターは、島の人々のために、農務から食料品を運び、同時に、学校の教師のための貨物を降ろす。沿岸警備隊のカッターノースランドが、夏の間に2度、先住民の様子を見に訪れる。と書いた。島内には、道路、高速道路、鉄道、 水路はない。ダイオミード市から北と南に向かう古くわずかな岩の小道がある。建物の間には歩道もある。二千八年の秋には町の歩道の多くがボードウォークと階段に置き換えられた。総面積がわずか二点八平方マイルの小さな島では徒歩、スキー、スノーモービルのいずれかで移動することができる。市を除く島内の他の地域はすべて無人のままであるため、 他の内部での交通機関は建設されていない。遠隔性と好転のため、リトルダイオミード島は、外界からのアクセスが非常に困難で危険です。平均風速12から15ノットの風と、48から68ノットの突風、広範囲の霧や曇り空により、交通は最低限に限られている。そのような場所なので、医療運送さえ困難である。 郵便物は1982年以来、ヘリコプターによって、島に配達され、現在は毎週配達されている。郵便契約は、全国で最も古く、郵便配達にヘリコプターを使用する唯一のもので、アラスカ州最高額の毎年30万ドルを超える、経費がかかる。商品や消耗品の年間配信は通常、橋気によってなされるだけで、夏の間、 一年度分の貨物を納入する。消耗品が来たら、すべての人が急いで、それらを引き出し、持ち運ぶ。時折、研究チーム、稀に、エクストリームツーリズムの観光客や他の、アラスカ先住民が、アラスカ本土から訪問する。その場所と、気象条件のため、島への交通費は、非常に高価である。経済開発の機会が少なく、予算も少ないため、 飛行機やボートで到着するビジネス以外の観光客には50ドルの手数料がかかる。テッド・スティーブンスアメリカ合衆国上院議員が2002年10月29日に島に到着した時、彼はあなたたちがこの遠隔地に住んでいることを理解していなかったと発言した。彼はアラスカ航空国家警備隊のヘリコプターブラックホークによって到着した。そして島が 州全体で選出された皇人によって訪問されたのはこれが初めてであった。ヘリコプター島への主なアクセスはヘリコプターによるものである。1990年代後半まで難破した古い橋家のへさきが一時的な着陸場所としての役割を果たしていた。今の村には2000年にアメリカ海兵隊が建設しアラスカ運輸省が所有するダイオミードヘリポートがある。 表面がコンクリートのヘリポートは面積64フィート X64 フィートである。これは一般に開放されており、完成等がなく国際日付変更線から約0.6マイル、ビッグダイオミードからは2.4マイル以内で、ロシアに最も近い米国のヘリポートである。2012年以降、アメリカ合衆国運輸省はダイオミードヘリポートノーム空港、 ウェールズ空港の間でヘリコプターを介して、毎週予定されている旅客サービスを補助している。飛行機現在、リトルダイオミード島は岩と急斜面が多いため、空港が存在しない。毎年冬は大抵、村の海岸のすぐ側にある海標の上で、一時的に氷の滑走路を建設できるが、数年前の氷の状態は悪く、建設できなかった。 何人かのブッシュパイロットは時折岩の多いトゥヤの頂部に着陸したが雪の多い冬の間は表面はやや平らである。夏の数ヶ月間に飛行機で着陸する唯一の方法はフロート水蒸気で水面に着陸することである。危険性が高く天候が厳しいため島に着陸するどのタイプの飛行機も非常に稀である。 工場的な滑走路の建設に関する考えや研究がある。船舶リトルダイオミード島には港はなく北極海の海氷に囲まれているので島への船でのアクセスは夏の数ヶ月間にのみ限られている。この地域の高波と巨大な氷の塊は航行を非常に危険にし困難にしている。リトルディオメイドアイランドの岩が多い海岸線のため ボートでの着陸も難しく危険である。橋家は1年に1回配送され、時折来航する他の船は、通常、海岸線の状態のために沖合に留まっている。島内外における交通システムの改善に関する研究が行われている。提言と調査は、港、滑走路、大陸間のトンネルや橋など、様々に異なる。州コミュニティサービスプログラムのための、 国立協会によると、島への困難かつ限られたアクセスはコミュニティに経済的圧力をもたらし、部族評議会は、アクセスと住居の条件が改善されない場合、本土へのコミュニティ店の計画を開始することをすでに決定した。港、空港、滑走路、トンネル、または橋を建設する計画は実施されていない。しかし、2006年の米国環境保護庁の 文書によると、島への改善された交通機関が使われることで問題が起きる。外部のものとイヌピアットの社会の社会的接触を増やすことで、自然、環境、地域の伝統、イヌピアットのアイデンティティにも影響を及ぼす。空運業と海運業公開の改善、等の空港、または滑走路の建設の実現可能性調査、暴風雨の被害防止用としての公案、及び、 多目的空港の計画の可能性調査が複数行われている。橋やトンネルアラスカとブリティッシュコロンビアに800マイルある鉄道の空白区間を埋め、アラスカ本土とシベリア本土の間の大陸間橋、またはトンネルの建設をするという考えや提案がある。そのような橋やトンネルによるダイオミード諸島の一方、または両方への構想されている交通サービスによって、 リトルダイオミードへの交通が劇的に改善され、アクセスがより安全になるだろう。これらの提案は20世紀初頭まで遡るが、そのほとんどは個人や団体の展望だけであり、米国やロシアの政府による研究には至っていない。ありがとうございます。